おやすこんにちは、森です。今回は黒飛び猫を使っていこうかなと思います。まあ、正直なんかこいつはねちょっとチャレンジ動画感はありますね。これは今回は、はい、まあちょっと編成見てもらえればわかると思うんですけど、まず性能はバインド封印スキブ4つ 2A プラ36ターンの3ターン併出変身と、覚醒無効回復できるのと盤面76にできるのはベリーグッドです。はい、変身後はバインド封印ウィプラインカゴ持ちで10強4つあって 2way は6個あります。浮遊なくても火力は高いですね、正直ね。で、第3属性なし、2ターンスキルで一旦の間自分の上限値を75億に引き上げて無効貫通が本家と違って入りますよと。でロック解除のこれもオリジナルと一緒ですね、生成色生成なんで、本家の、まあ、必要であった無効貫通スキルっていうのが編成上不要になるよといった感じになりますので、まあ正直本家より強い説はあるですね。はい、リーダースキルは水闇回復の4号機シークにつき2倍ずつ上昇、固定200万も上昇します。ドラゴンタイプの全パラ5倍です。本家と違って軽減率がないんですね。つまり割合に弱いっていうのがちょっと気になるよねっていう話ですね。その他はまあ似てると言われれば似てるかなって感じですかね。で今回はね、まあ黒飛び全員集合、一体武器になっちゃってますけどね。はい、黒飛び全員集合編成ですね。今回も編成アイリさん協力のもとでやっていきます。黒飛び本家はですね、別に手こ入れされてないですね。つまり 78% 軽減でずっと止まってます。なんでまあコンボ加算型の黒飛びですね、本家はね。でこっちは追い打ち型の黒飛びなんでねって感じです。でまずは黒飛びリダチェン遅延2、上はウルトラマン0マントですね。はい、これで、空飛んでもらいます。で、ゼルクレアですね、全パラップスキブ潜在の回復力強化と、上はこれは陽気比ですね、陽気比で回復力を持ってますよって感じして、あと指も持ってますね。はい、で、次が坂井雄二くんの究極進化軽減ループワークでアシスト無効解除してもらいます。 LG プラスのアシスト無効潜在遅延2で、上は水属性に変えて火力も出していこうねということで戦況武器がついております。で究極リムル浮遊の上限遅延2ですね。で、上がここにねバーテンダーの方の黒飛びあります。バーテンダー黒飛びはちょっと無効貫通というスキルで役割が完全にいらないので火力出すだけ用になるんで本当に仕事ないので、武器として仕事をしてもらいます。で猫ちゃん1体目毒目覚め遅延2のワルリン武器ですね。まあこれ強くなりましたからね。でフレンドワークは消せない潜在遅延2の上を空飛ぶための彦星武器ですね。はい、ということでバッチ HP プラ、今回は陰の加護持ちということで新戦術久しぶりですね、やっていきましょう。はい、ということでね新戦術いきましょう。ちょっとねレシート後の文章が長すぎるんでもう動画見た方が早い動画見た方が早いです。はい、ということでまずは選挙をで、武器の方のバーテンダー黒飛びで陽気比で遅延が入ってリーダー側本家黒飛びとゼルクレアで猫ちゃん一体打ってゼルクレア2段階目も打っちゃって、まずはずらし、はい、で1コンボしましてで、猫ちゃんの方の黒飛びを使いましてでリムルメギド使って軽減ループの方も発動してオリジナルの方の黒飛びも使います。でこれでねもう削っていきますよと。片方の猫ちゃんはね変身しません、これでワンパンしちゃいます。で2階層ですね、ここでね猫ちゃんは変身します。はい、猫のヘイストしながらの変身と本家の黒飛び、これでまず盤面で組んでいきましょう。新戦術シールドはね比較的柔らかいのでこんなんでも削れますね。はい、やっぱシールド削れるエフェクトなんか早くなったよね、処理がまだ削りきってないのに割れちゃうよねシールド。で2枚はね普通にもう生成しながらで削ってもらって、でここから本体を削ります。
まあ黒飛びなんで、もう黒飛び流の消し方ですよ。4つ消しをいっぱい決めながら火力を出していきますよと。もうひたすら削るだけですね。まあ本家黒飛びをもう1枚入れることによって、2枚ずつ上限解放で打っていけたらより強いのかなとは思うけどね。新万寿だったらそれできそうですけどね。役割とか吸収無効とか別に捨てれるからね。新万寿行くんならベロアとかもありかもしれないですね。はい、ということで3回走ですが、フレンド猫ちゃん打って軽減打って、消せない状態潜在で解除の、まずは削っていきますよと。はい、まあキャラによってちょっと立ち回りがいろいろ違ったりすると思うんでね、今回は大国主ですけど。でここでねゼルクレアを使用します。はい、まあ、強制ヘイストで溜まってるウルトラマンゼロの武器も使ってあげて、はい、これで本体削っていきましょう。場面は結構いいですね。そっか、4個生成4個生成だからちょうど良くなるか。はい、でオリジナル黒飛びも使いながらかな。あ、オリジナルは使ってないか、猫ちゃんだけか。猫ちゃん黒飛びだけで削ってますね。で4階層ですね。4階層はアシスト無効きますんで解除していきます。ただ水とだからセット数は2セット組まないといけないのかな、まあ、なかなか厳しいかなって思いますので、片方だけ L 字組んで、あ、2セットは組めるか、3セット組もうとすると難しいか。なんで回復 L 字を含みながら2セットとかで耐久しますと。はい、で、アシスト戻ってきたら削り出します。3セット組もうとすると無理が出るって感じですね。あんま6号盤面、正直7、6盤面でもね結構ね厳しいけどな、個人的にやっててどっかつながるんですよね。はい、ミリ残しが怖いと。はい、で暇左も残さないように同時に削っていきましょうね。で左ターゲットですね。まあ基本的に 2way をしてるんでどっちにも攻撃は飛ぶと思いますが、酒井雄二くんとかはね 2way 組んでないので間違えて、まあ右だけなんか抜いちゃったみたいになって、マイクロムーブ捉え、マイクロムーブされないようにしましょうと。軽減が途絶えちゃうからね。はい、じゃあ猫ちゃん黒飛びで、ここは2パンで削っていくかな。メギドでまあ上限解放も取り戻しつつ、酒井雄二くんも軽減で上限解放もこれで帰ってくると。まあ、一番硬い木をターゲットって感じですね。はい、で2パンで仕留めていくと。で続きまして6階層ですね。6階層は黒飛びがドラゴンタイプだからだよな、多分削りがめちゃくちゃ、こいつね最悪だ、最悪な気がするんだよなこいつ。めっちゃ硬いあのこいつめちゃんこ硬えぞ、ドラゴンタイプ半減の相性で。もうとにかく殴ります。まあ4回5回4回でいけるかなって感じで、ね、最短で。まああいつはまあ外れってほど外れじゃないかもしんないけど、とにかく硬いっす。はい、なので、まあ、ここゼルクレアはね必ず打てるように調整はしておくと。でまだ猫ちゃん黒飛びと本家も使いながらで突破していくと。はい、これでまずは削って2回殴れば本庄までいくかな。はい、じゃあこれでねトルビさせていきますと。はい、 OK ですね。まあ向こうがね張ってくる敵が多いので、向こう貫通は結構ガヤ空いてるのかなと、自然とやってますけど。で織姫彦星はリムルで、まあ、いつも通りな感じですね。リムルでシールド破壊して吸収無効も対策しつつ削っていきます。はい、これでちょっとこれ繋がっちゃいますけど、
本当はそこ闇にしたいんですけどね。まあ半分ぐらい削れますよと。でもう一発、もう一発でいけたかな。猫ちゃん黒飛びだけだと渋いか。倍率的にはいい倍率が出るが、確かギリいけなかったんじゃなかったかな、ここ。あ、そうですよね、もう一回殴ってますね。はい、まあ、なるべく最短のツーパンがいいですけど。さあ、ボスバトルです。ボスは猫の黒飛びだけ使って削っていきましょう。あの、塗り残し対策みたいな感じですね。はい、まずはまあ半分ギリいかないぐらいですかね。で、猫黒飛び使って、ここも猫ちゃんだけで削って、でもう次もそのまま突破します。で、ここはゼルクレイを使った方がまあ安定かなって感じですね。コンボ現象もあるので、しっかり銃乗せつつね、まあ、通撃も1000万欲しいよと。だから通撃は言っても5セット組めばいいか、1600万入ってるか、結構過剰やな。はい、ということで最終フロアですね。はい、まあ、なるべくね、4ターン行動させながら削っていきますよと。まあ、あの5ターン目かな、強い闇属性になる攻撃、あの攻撃を食らってから半分に行きたいよっていうのが、まあ、一応理想的ですね。なんで、まあ削りはするんですけど、ちょっと様子見ながら。はい、で、これでね、色変わりますんで、色変わってこの攻撃が来てから半分に行くよと。はい、ここでね、しっかり削っていきまして、これで半分ちょうどいきます。はい、で発狂ダメージは受け切りまして、もう火薬力とか指とかはもうそのまま気合ですね。はい、 L 字も組みながらアシストもこう返して、まあ、盤面で組んでいきますよと。あとはまたひたすら削って終わりって感じですね。はい、ということでこんな感じで一応勝てはします、勝てはしますが、まあ結構苦しい戦いになると思いますので、まあ本家黒飛びがそもそも何の手こ入れもされてないっていうのもあれですけど、まあ手こ入れされてないのに戦えてるのがすごいんですけどね、環境最前線でね。はい、ってな感じですね。まあ正直言うと猫黒飛びはそこまで今すぐ取るほどの性能はないかなと思います。まあ今後ね、水闇のいい相方が登場するっていう可能性を考慮して取っておくのはありだと思います。もしくは本家の黒飛びがね、またいつ復刻してもおかしくないですからね、それで全然強くなると思うんで、強くなった時に猫の黒飛びちゃんまたね、活躍するんじゃないかなと思いますんでね。はい、なので将来性にかけるか否かだと思います、現状評価だとね。ということで、参考になりましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。